どうも、ひとたまです。ということで、今回ですけども、はい、いっぱい段ボールがあるわけですよ。その名は、ビーズクッション。夢じゃないよ。今回の企画ですけども、24時間人をダメにするクッション生活。イエーイ、いいぞー。ということでね、この部屋を埋め尽くすぐらいの人をダメにするクッション買いました。大体ね、ここの部屋、床一面は埋めれるぐらいの、まあ、クッションを買ったんで、これをね、絨毯にして24時間生活したら、人はもう本当に世界に戻れなくなるのかっていうのをね、検証していきたいと思います。というわけで、 Make it possible with ニート最高。レースに一箱入れて見せかけて、すでに4箱ぐらい空いてるんですけども、はい、はい、お神やったこれ。おもちゃってこと、これやばい。いや、一回やってみたらいいと思うと、俺の命じゃないから。おぉ、全然楽しい。ちょっと楽しい。あ、もうこいつダメになっていってる。あ、もうダメ。あ、もう今ダメ。人生楽しもうぜ。書類送検されないレベルに楽しもうぜ。両方入ってるからお前。話題の YouTuber 両方入ってるからお前。ハメさん、こちら、今回はですね、あの、アマゾンの一応で、こちらのね、段ボールを入手したので、こちらをね、さばいていく。まずね、こちらね、この真ん中央から、まず一本ね、入れていきましょう。はい、わかりましたね、こんな感じです。で、あとは、このね、端っこの枝ぐらいから、ちょっと入れちゃう。さあ、胃袋チェック。何が入ってるのかな？うお！うわぁ！うわぁ！はい。動けない。マジこれ動けないな。というわけで、並べ終わりました。イエーイ。じゃあ今からですね、24時間人をダメにする生活、よーい、ドン。ちなみに1秒でもソファーから落ちたりしたら、まだそっから24時間やから。あ、そういうことね。ま、あの、ま、一応マリオのステージの上ないね。あ、どうぞどうぞ。腕が見てな、僕。で、これさ、多分なんていう、体を直進さできへん。あー、お、すげえ、じゃがれへんな。あー、抜けられないわー。いや、抜けられない。これ、ゆっくり言っていい。想像絶する辛さない。想像絶する。マジで、マジ想像絶する超しんどい。柔軟を常にやってる感じ。一回こう、怠惰になったらもうここは動けない。動けない、動けない。そこに現れるのに力を使って余計に疲れて、いや、ほんまに疲れるっていうのの繰り返しっていうのが分かった。早くも、ちょっとお腹が空いた俺は。じゃあ昼飯は取り合いにする感じ。じゃあやるか。あ、尻尾取りやろ、尻尾取り。なんか、ひまとのやらへんの、こうやって尻尾みたいな、ビニールテープみたいな、ここに。はいはいはい、やるやる。抜いたら負けみたいなやつ。あ、俺ちなみにこれマジで本気でいくから。いや、ほんまに俺本気でいく。俺ガチでやろう。よし、じゃあ、いきますよ。石について、よーい、ドン。あー、ちょっと待って。頼む頼む。あー、やべ、やべ、あー、あー、くそ。よっしゃー。ということで、じゃあ僕が、まず昼寝したい。これでも、これ10分に1回あるから。いやいや、やりすぎやろ、この戦い。皆さんご覧ください。開始から1時間、世界の治安を守るアンパンマンとジャムおじさんすら、このように自堕落な生活に染まりきっております。俺も結構、俺が言った企画やのにもうええってなってる。いや、もう想像絶する辛さやった、正直。マジで。じゃあこれやっぱ1個でいいわ、家に。俺さ、ほんまに無意識に対応するのやめてよ、お前。今なんか、今ご飯も食べられへん、動くこともできひん、何できるってシミュレーションするしかない。シミュレーションするしかないよ。本気で抜け出してみよう。
もうすげえ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 。うわーうわーうわー気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いやばいやばいやめてくれやめてくれやばいやばいひどいよ冗談つくおオープンミよーし長年の夢を叶えるぜ。うわはいどうもハノビンだ。今日はお前たちに本当のゲレンデを教えてやろう。コナン君やったら余裕でコナン君パーっていけるかな。テレテテテテレレテレテテテテレレテレテテテレレテレテテラーメンちゃーん。あれから何時間か経って彼らはどうしているのか様子を見ていきたいと思います。おっとこれは完全に寝ていますね。もはやどこにいるか分かりませんね。あと二人とも起きてや。出れない。オンモは体に悪いよ。でも意外と寝れた。あ、ほんま意外と寝れた。いやもうすぐ寝るやん。びっくりするわもう。てかマジで食料支給してほしいです。心の叫びが心の叫び。何食べたい？ピザ。じゃあピザを頼みます。はい、ピザ頼もう。頼んだピザを俺がこの鳥の手下まで取りに行くわ。お、お前も乗ったのか。俺もこちらの世界猫。あっ猫。すごいことになってますね。あ、お前沼に来たな。沼にやばいですね、ここなんか小学生の頃にあったアトラクションみたいな感じだったんですけど。あー、いいよ開いてるな。諦めなさい。マジでもう来るでこれ。あと1分、あと1分、あと1分俺がスライムスナーって言ってくるから。本当に本当にこれすごくない？リアルタイムで動いてるから。やばいやばい。全くのことちょっとやばいやばいやばい。ありがとうございます。話でやったもんね。お前それですいません。戻れるんですか？戻ります。ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。またお願いします。はい、ありがとうございます。いい変なやつおるんだよ、この辺、いっぱい。あー抜かれてた。変なやついっぱいおるんだよ。いい人でよかった。いい人やった。いい人やった。あ、そうやって来れるんや。全然見えんかった、ギリ見えんかった。ギリギリ見えんかった。ギリギリ見えんかった。見えんかったよな。いただきます。いただきます。うまい。うまい。うまい。そうじゃん。一旦ちょっとおしっこに行こうかな。悲しい。トイレの中はいいじゃん。やめな。よし、できた。ということで、晩ご飯も終わってぐだぐだしてたら12時半。まあでもね、夜といえば枕投げですか。じゃあ、行きますか。勝利条件何これ？ドッジボールと一緒。じゃあ、最初だけ、じゃんけん、はいはい、これでポン先行。はい、カモン。おいおはよう。熊さんかよ。というわけで1日目。あっ、お前がおった。そう、お前やりやがったな、お前。というわけでじゃあ就寝です。電気消すよ。ああカコッキーやなこれ、ほんま。
はい、現在時刻が1時半なんですけども、花尾さんと伝言さん全く起きてくる気配がないので起こしに行っていきたいと思います。ちょ、起きて。何をグダグダしてるんじゃ、あなたたちは。てか、花尾どこ？花尾いる？俺、このちょっとダメにするソファ、女の子だと思って寝てた。めっちゃ寝れた。花尾発見しました。人をダメにするソファ、一日過ごしたらどんな顔になってるのか。こいつは、とことん暗闇が好きやな、もう。皆さんも来てください。どうなってるんだよ、女の子。なんてこいつらもうダメにするソファーに侵されてやがる。侵す側やから。侵してだから、あのクッションを一人で仮定したら 28p みたいな感じだった。逆ってね、やっぱちょっとでも進化してる。なんかそう、2足で歩くよりもちょっと、ほんまにこっち歩く方が、お前疲れる。疲れるんかい。疲れる。これをやった結果、俺たちは二足歩行がいかに大事かって気づいたっていう。二足歩行には向いてない、この生活は。おいだ。はい、西になりました。イエーイ。お疲れ様です。お疲れ様です。最後ちょっとだけ、まあ終わった終わった。せめて一緒に出ていこうや。